アストロラーベ島とドラゴンスティース15番が、アストロラーベ島アストロラーベ島は、長さ 5km の島で、南位63度17分成形58度40分、南位63.283度成形58.667度、− 6 3 2 8 3 5 8 6 6 7に位置する。ブランスフィールド海峡内、トリニティ半島の北西にある。 1837年から1840年にジュール・ディモン・デュルビルに率いられたフランスの探検隊によって発見され、彼によって探検に使われたアストロラー・ベ号ゴーにちなんで命名された。ディアス・ロックは島の西端北側にいくつかあるうちの最も大きな岩である1947年の第一次地理体検隊により海軍注意ホアキン・ディアス・マルティネスにちなんで命名された。 ドラゴンスティースは、島の北部にある、小さな岩の集まりである。英国南極地名委員会によって、黒い葉のような形から名付けられた。ドルモアミネは、標高553の氷に覆われた山頂である。ブルガリア西部のドルモアにちなんで命名された。ラディール地点の東 3.15km、ロガチミネの北北西 1.9km の位置にある。ゲガ地点、ゲガポイント。 南緯63度19分39秒整形58度42分22秒、南緯63.32750度整形58.70611度、63.32750 58.70611は、アストロラーベ島の西岸にあり、ブランスフィールド海峡に面した、木蓮湾の南東部を構成する。 シェレル地点の北西 1.15km、ラジューイール地点の南東 3.35km に位置する。この地点はブルガリア南西部のゲガにちなんで命名された。モクレ蓮湾はアストロラーベ島の西部でブランスフィールド海峡から 850m くぼんだ幅 2km の湾である。北部はゲガ地点である。ブルガリア南東部のモクレにちなんで命名された。 ラドゥイル地点はアストロラーベ島の北西端を構成する地点である。シェレル地点の北西4 5トルドルモアミネの西3 1 5トルにある、ブルガリア南西部のラドゥイルにちなんで命名された。ロガチミネは、この島の最高峰である標高5 6 2ルの氷に覆われた山頂である。ブルガリア南部のロガチにちなんで命名された。 シェレル地点の北東 2.28km、ドルモアミネの南南東 1.9km にある。シェレル地点は、島の南端の地点である。ラディール地点の南東 4.5km、ロガチミネの南西 2.28km にある。1955年から1956年に行われたフォークランド諸島の探検でこの地域を調査した地質学者フレデリック・ W ・シェレルにちなんで、 命名された。ありがとうございます。